サルバトーレ・クアジモドはイタリアの作家。1959年にノーベル文学賞を受賞した。ジュゼッペ・ウンガレッティ、エウジェーニオ・モンターレと共に20世紀イタリアの最高の詩人と言われている。クアジモドはシチリア州のモーディカで生まれ、1908年に父親が地震による人口の集中に対処する仕事を任されたためメッシーナに引っ越した。 自然の大きな力は若いくは地元の心に衝撃を残した。1919年に彼は地元の工業大学を卒業し、後にフィレンツェの市長となるジョルジョラ・ピラトもこのメッシーナで知り合った。1917年、彼はヌオーボ・ジョーナレイ・レター・ハーよという短名の文芸史を創刊し、自身の最初の詩を発表した。1919年には、 工学の研究を終了させるために、ローマへ移ったが、経済的な事情から科学の職を選ぶことになった。この頃に彼はいくつかのレビューの執筆に参加しつつ、キリシア語とラテン語を学んだ。1929年、妹の夫であるエリオ・ビターニーに招かれて彼は、フィレンツェに引っ越し、アレッサンドロ・ボン・サンチア・エウジェニオ・モンタルイラの詩人と出会った。1930年に彼は、 レッジョディカラブリアで工学者としての職を得た。彼はここでその後執筆活動を支援してくれたミセファリ兄弟と出会った。身近にあったヘルメス主義運動が彼の飛躍の契機となり、クワジモドはこの年初の詩集、ク前、イーテールを出版した。1931年、彼はインペリア、その後ジェノバに移った。ここでカミーロスバーバーやその他、 セルコリーという文芸誌に投稿する詩人たちと知り合い、多くの合作を作った。1932年には彼らと新しい詩集を覚えサマーソを上司したが、ここには1930年から32年の彼の全作品が収められている。1934年にはミラノに移住し、1938年から執筆に集中し、 ジェーザレ・ダザバキニーラとヘルメス主義運動の機関誌、レテラトゥラのためのレビューを書いた。1938年には、詩集、ポエシエを、1939年にはギリシア語の、薬詩集、リラサイ・グレッジを発表した。1940年、彼は、ミラノ大学文学部の教授に就任した。第二次世界大戦中はファンファシズムの立場を取ったが、ドイツの支配に反対するイタリアの、 レジスタンス運動には参加しなかった。戦中、彼はヨハネによる福音書やガイウス・ワレリウス・カトゥルスの詩、オデッセイのエピソードなどの翻訳に努めた。1945年、彼はイタリア共産党に入党した。1946年には次の詩集ジョルノドーポ、ジョルノを発表したが、この中では道徳的な契約や社会批判のトーンがはっきりと現れていた。 この傾向は続く、作品ラビータノンエ・ソーニョ、イルファルソ、イー・イルベーロベルで、ラテラ・インパラ・ギーブルでも見られた。このまま彼は、古典の翻訳やジャーナリスト等との合作も続けた。1950年代、クアジモドは、数々の賞を受賞した。1950年にサンベイブラ賞、1953年にエトナ・タオルミーナ賞、1958年にビレジオ賞、 そして1959年についにノーベル文学賞を受賞した。1960年と1967年にはメッシーナ大学とオックスフォード大学からそれぞれ名誉学位を贈られた。彼は晩年にはアメリカやヨーロッパを飛び回って多くの講演や講義をこなし、それが何カ国語にも翻訳された。1968年6月、講演先のアマルフィで彼は 脳出血に襲われ、数日後にナポリの病院で亡くなった。現在はミラノの墓地に眠っている。ありがとうございます。